福岡工業大学は、福岡市東区和白東三丁目30番1号に、本部を置く日本の私立大学である。1963年に設置された。大学の略称は、福岡工大、または、福工大。1963年、福岡電子工業大学工学部として開設。1966年、名称を、現在の福岡工業大学に変更。 福岡六大学野球連盟加盟校。国交私立大コンソーシアム福岡代表校。工学部、情報工学部、社会環境学部の産学部と短期大学部がある。広大サミット加盟校。2017年3月に日本の理工系語大学が工業立国を支える人材育成に対する工科系大学としての使命と、 ボーダレス化の進展する世界の中でイノベーションを創出し、グローバルな環境で活躍できる人材育成を共通課題とし、各大学の人的、物的資源の情報の共有と、相互の連携、協力による理工系高等教育のさらなる活性化を目的とし、広大サミットを設立。千二十一年一月、株式会社日本格付研究所並びに株式、 会社格付け投資情報センターによる格付け審査で AAA、A、の評価を獲得。旧法人名は学校法人福岡電波学園。福岡工業大学、福岡工業大学短期大学部、福岡工業大学附属上等高等学校を運営。1954年、福岡高等無線電信学校を創設後、1958年に、 学校法人福岡電波学園設置。施設設備の拡充整備を急激に行ったため1968年に破産宣言を受けたが、当時の坂田道田文部大臣が福岡工業大学の再建を笹川良一に要請。笹川良一は福岡工業大学の理事長に就任し、笹川良一理事長主導で学園再建を図る。 1973年に名称を現在の学校法人福岡工業大学とする。近年では国交次第の中で唯一13年連続で志願者を増やしている。ビームね国内大学国際交流国際戦略室を設け、アメリカ合衆国、韓国、中国、オーストラリア、タイ及びアルバニアの14大学と語学研修、短期留学をはじめ、学術、 文化、教育研究に関する幅広い交流を行っている。ありがとうございます。